養合の松の前で行われる松の歌式春日若宮御祭りは奈良県奈良市の春日大社の拙者若宮神社の祭祀として奈良公園周辺で毎年12月17日を中心に数日にわたって行われる祭礼である。山と一国を挙げて盛大に取り行われ1136年に関白藤原忠道によって始められてから870。 有余年にわたり一度も途切れることなく開催されている。恩祭りで奉納される猿楽や画楽、神楽や、武楽などの芸能は中世以前の芸能の継承、保存に大きな役割を果たしている。これらの奉納芸能は、春日が赤宮恩祭りの神事芸能として1979年に国の重要無形民族文化財に指定されている。春日若宮社春日若宮神,神は、 1003年3月3日に出現され、1135年2月27日、若宮初めて、別社に鎮座。2月未明若宮が見落書、長寿社増流。11月11日、藤原頼長参拝、若宮に、平子、牧江弓屋などを奉納。関白、藤原忠道によって、若宮の社殿が改築され、1136年3月4日、 瞬日に無出で、若宮に謝賛。9月17日初めて、若宮祭りを行い、移行英式とする。1135年に、若宮社が創建され、当初は、中富の有望が、若宮官主職を兼任したが、1156年から、その三男の遊泳が専任の若宮官主に、任命された。なお、若宮官主は、官主や、西洋と違い、 若宮医者限りの総官職で、玄関は置かれなかったので、若宮管主へのみは、世襲制であった。三条通りを登る、お渡り、四季若宮をお迎えする、先行の儀から若宮をお返しする、観光の儀までの祭祀は24時間で取り行われる。12月17日午前0時に始まり、12月18日の午前0時になる前にお帰りになる。この間、 先行の儀、観光の儀ともに、一切の照明及び、写真、動画の撮影は禁止されている。12月15日に大宿所にて行われる、大祭りを中心的に進行する、山と白の実を清める祭り。大宿所は、近鉄奈良駅南の奈良も、チードの商店街の中にあり、お渡り式で使う装束などはここで準備される。大宿所では、山と市、大宿所参り行列、 一般参拝者らの清めのために、右が建てられ、御祭りの名物料理であるのっぺい汁が振る舞われる。宵い宮祭りは16日、若宮神社の神前にお都会の神仙を捧げて、祭りの無事を祈る行事。宵い宮祭りに先立ち、山都氏が、やぶさめじを伴って、若宮神社の神前にみてぐらを捧げて、拝礼を行うのが、酔い宮詣である。17日午前零時より始まる。 若宮を、若宮神社本殿からお旅所のおかり殿へお移しする、儀式。若宮の心霊は榊を持った神職が従々に従々に、守りを囲みしてお移し申し上げる。この先行の間は奉仕者が絶え間なく、おーおーおおと、先払いの啓筆の声を上げながら進む。また奉仕者に囲まれた若宮に先立ち、松明や、お香りを持った人が進み若宮の、 おわたりになる道を清める。学人は道楽の軽音楽を奏でて、お供をする。この間、一般客が見学することはできるが、光の出るデジタル機器を含め照明器具の使用や写真、動画の撮影は一切禁じられている。先行の儀は、身も毛もよだつと形容した、中世人の神への意見を、今日の我々にも感じさせてくれる。先行の儀の後、 午前1時頃から、お旅所で行われる祭り、若宮に朝の食事が備えられる。養合の松の下を通過するのだち12月17日正午より、始まる、お旅所祭で芸能を奉納する芸能者を呼び、祭礼に関わる一行が、奈良公園周辺を練り歩く行事。古来、行列は、幸福寺を出発していたが、現在では、奈良県庁前から、 昇る王子を西に下り、近鉄奈良駅前、油坂を経由して、JR 奈良駅前から東へ三条通りを上り、春日大社山道にある、おたび所に入る。途中、幸福寺南大門跡地では、南大門興明の儀が行われる。一の、鳥そばの養合の松では、松の貸し木が行われ、東野寺の前で、猿楽座、田楽座による舞が披露される。また、 大名行列は道中、八つぶりの妙義を披露する。王子は、奈良市中の旧村落の地元住民らにより奉仕されていたが、現在は、一般公募で結成された、春すが神やお祭り保存会有志によって、守られている。お渡り式の順序は次の通り。第1番美子。第2番美子。第3番細男。相撲。第4番猿楽。第5番田楽。 第六番馬長寺。第七番競馬、第八番矢部様。第九番勝馬、第十番野立ほか。第十一番山都市。第十二番大名行列。日没後、オカリドの前の芝話舞台で奉納される毎十七日午後二時半頃から夜遅くまで行われる若宮に芸能を奉納する本祭りの中心となる神事。おはののの間。 春日大社三道沿いの奈良国立博物館の南側に設置される。大渡り式の行列がお旅所に到着した後、南面して設置されたおかり殿の南に作られた芝舞台で、社殿かぐらやどんずう殿楽や細男、味方楽所なんとかたの伝統を受け継ぐ、なんと楽所による武学、カ舞、マなど、日本古来の芸能が奉納される。 芝舞台の前には3メートルを超える大鼓が、東西に一つい置かれ、御祭りのシンボル的存在となっている。芸能を奉納する一行が新域である、お旅所に入る前には、1メートル四方程度に、芝で作られた垣根に結ばれた白紙を去る落座のコンパル太夫がほどく、コンパルの拉致明けが行われる。お旅所祭りの間、お旅所への一般客の立ち入りは、制限されるが、 春日大社参道などから無料で、あるいは奈良観光センターが佐治奇跡を設置した場合は、そこから有料で観覧することができる。お旅書祭で奉納される芸能は、以下の通り、神楽、ら、どんずう、で細男、神楽式、数舞、武い、お旅書から、若宮神社本殿へ、若宮が、お帰りになるまでの儀式、日午後時に、 おたび章たち、18日午前0時までに若宮は、若宮神社本殿へ帰られる。先行の儀と同じく、この間の照明や撮影は禁じられている。18日午後1時より、おたび南側の特設土俵で行われる。18日午後2時より、おたびの芝舞台にて能が2番、狂言が1番が行われる。春川神わか祭りサイト。 文化彫刻指定文化財等データベース。幸福事業省園内の召喚を首都とし、春日車社領省園内の召喚を国民としてそれぞれ、省園の管理をさせた。室町時代になると、都市市を都根とする長谷川島、橋尾市を都根とする長川島、筒井市を都根とする犬岩木島、奈良原市を中心とした南島、落ち市を中心とした三財島、 平田島の六島が割拠し、その中でも、津々市、地市、橋尾市、戸市市の四市が、山と四屋と呼ばれる勢力に成長していった。恩祭りが始められた当初から、山和武士によって、やぶさめ十気が奉納されてきた。豊臣秀吉の全国制覇で、山和武士が壊滅してからも、六島の一つ長谷川島の放棄寺支人が元主人に、仕立てられ、さらに明治維新後は、 求心量の人々がこれを務めて、現在に至っている。ありがとうございます。